ちょっと納得いかない捕まり方でしたけどね。僕前回捕まったのは忘れもしないんですけども、海中道路でしたね。はい、気持ちよかったんでついつい捕まってしまいましたが、はい、それでまあゴールドでなくなってしまったんで、うん、そうなんで僕もその時ゴールドカードだったのが1回普通免許になっちゃったで、じゃあそろそろもうあれから5年以上経ってるんで、うん、そろそろ次の更新でゴールドですね。はいはい、僕もね、うん、だから前回やったのがもう5年経ったのかどうかがちょっと不安だったので、はい、ここまでがゴールドなのかどうかがちょっと分かんなかったんですけど、はい、大丈夫でした。ただ免許の書き換え、うん、沖縄だと豊見城か名護ですよね。いや、なので名護行ってきました。なので自分豊見城かなと、うんうん、で今自分の免許証の期限がいつだっけかなと思って、うん、まああのハガキ来たりなんだかとするんで、まあ、それで情報が来たんで行ってきたんですけども、でもまあ、うん、スムーズで良かったですね。なるほど、うん、はい、確かゴールドだとすごい楽なんですよね、うん、楽です、早かったです。ただね僕ね、例えば今回、はい、まあ、61にもうすぐなるんですけど、はい、次やるとき65か6でしょ、はい、5年後、はい、でその時もゴールドだったとしたらその次が70コスじゃないですか、はい、そしたら今度認知症テストとかそういうのがある可能性もあるので。 あるんですか。いやいや、だから免許制度どんどん変わってるから、はい、70過ぎたら今でもなんかあるらしいですよ。そうなんですか。認知症じゃないよっていうテストみたいなのがあったりとか、はい、だから僕らの時になると本当今の視力検査みたいなものと同じように、はい、認知症テストみたいなのがあるかもしれないんで、うん、分かんないですよね、あと何年乗れるか。もうそう、うん、自分もそういう計算したことありますよ。あとね、はい、車の運転免許っていっぱいあるじゃないですか、はい、大型とかトラック用の免許だとか、うん、はい、二輪免許だとかで、船舶は船舶免許だから別だからいいんですけども、はい、車の免許って70だって返すとすると全部なくなるじゃないですか、はい、ちょっとね、あの選択線性の返納ってできないかなと。いや、大型トラックとか大型バスの免許はもうさすがに無理だから、うん、これは返します、はい、でもまだバイクと車はまだ乗りたいなとかね、うん、っていう選択できないかなと、はい、で車返したいんだけどバイクだけは乗りたいとかね、うん、できないかなと思うんだけどね。そう選択式免許返納、ね、あと何回自分の好きなのに乗れるかなっていう。そうなんだよ、計算しちゃうんですよ、うんうん、だからあの僕55で実はあのこの800のバイク乗り始めたんですけども、はい、今乗らないと乗れなくなるよっていうのが真面目な話で、はい、でも僕もね、あの、うん、最初、はい、よでかい車乗りたかったんですよ、4駆の、はいはい、けどまあね、うん、とりあえず軽でいいかと、うん、まだ免許取り立てだし久しぶりだからどっかぶつけちゃうかもしれないしと、はいはい、で次に子供できたからファミリーカーじゃないですか、はいよ、次にあと何回車買えるかな。あ、そうだよね、うん、そう考えると、うん、次に買い替えがラストチャンスかもしれないと。僕も実はそう思っているんだけど、この間ねプリウスとかね、はい、あ、ボープリウスとかね、ちょっと新しめの車に乗ってみると、はい、ギア分かんない、はあ、なので全身に入れたつもりだってバックだったのかバックに入れたつもりが全身だったっていうのがよく分かる、はい、うんので、僕昔からのギアの車にしか乗りたくないなってちょっと思っていて、はい、その昔からの車のギアのやつって、はい、いつまでも打っててくれないと困るなっていうのがあるんですけど、じゃなければ中古車を探すかどっちかしかないので、今乗ってる車を大事に乗ろうかなというのもあるんですけど、はい、どちらかというとね、もうあのスポーツカーみたいな車は乗りたくなくて車高の低いの嫌で、うん、もっと乗りやすいファミリーカーみたいなもので小さいのがいいので、はい、軽はちょっと弱々しい気がするから1000cc ぐらいのやつがないかなと、うん、はい、で乗り降りが楽なやつ取りました、うん、ちょっとでっかいやつ乗りたくて、まあ、
そう、うん、まだ1回もあまりでかいと泣いた時に駐車場困ったりとかね。まあそうなんですけどね。だから結局欲しいなと思うけれど買ってないんですね、うん、そうなんだよね、うんけれどあと何回買い替えるチャンスがあるんだろうと逆算すると。そうなんだよ、うん、確かにもう思い残したこと年取ってから考えると でかい車乗ってなかった。僕なんかなんだか昔からそんなでかい車に乗りたくなかったみたいで、うん、できればぎゅうぎゅう詰めでいいやっていうイメージがどっかあるので、はい、小さい車に乗りたいなっていうのがちょっとあるんですけどね、うん、ここはあの運転しやすい方がいいかなと、うん、ここはでかい車でやっぱりあの子供とキャンプしたいとか車中泊したいとか。なるほど、うん、であと何回買い替えるチャンスがあるんだろう、うんうん、特に子供が成人したらそうやって遊んでくんないだろうなと思ったりとかね、うんうん、もうチャンスないかもしれないですよね。そうだよね、そう考えるとなんかちょっと、うんうん、次の買い替えの時どうしようって悩んだりするんですよね、うん、いいな。そうだよね、僕らはもう逆で、あ一応孫はいるんだけど、はい、僕らが孫連れてドライブ行くわけではないので、はい、そういう車はまあ娘とかね、うん、息子とかね子供たちに任せて、はい、僕らはもうそろそろ2人乗りでいいかなっていう感覚なので、だから軽で軽貨物、はい、前は2人はちゃんとした椅子だけど後ろはちょっと荷物入れみたいになってるようなものでいいかなとか、はい、あと軽トラとか憧れるよねとか。あ軽トラはちょっと、うん、違う意味で憧れます。ちょっとドキ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 というかちょっと憧れるよね。そう実はあの、まあ、山奥に住んでた時に、うん、軽トラだったんですよ。お便利便利便利、うん、なんか乗りやすいし、ええうん、ちょっと便利かなって思うんですけど、はい、だからあの軽トラがダメだったら軽バン、うん、後ろの席なくしてちょっと荷物が運べるようにするとか、はい、しとけば車椅子になっても平気じゃないですか、はい、みたいなイメージになるかなと思う、うん